どうも、なおちんでーす。メタファーやっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日もロイヤルを2つ解放できるようになりましたので、使っていこうと思います。ロイヤルっていうのが、最上位職のさらにもう一つ上の職業です。これなかなかね、作るのめんどくさいんですけども、ジュナとユーファ、作れるようになりました。ジュナが、ロイヤルマスクドダンサー。名前長いな。ロイヤルマスクドダンサーです。条件としましては、ペルソナマスターとトリックスター。この二つを覚えさせて、ランク20まで上げると、ロイヤルマスクダンサーになることができます。で、そして、ユーファの方ですけども、ロイヤルサマナーですね。こっちの条件は、デビルサマナーとソウルハッカーともにランク20という風になっております。まあ、覚えさせるのには、なかなか時間かかるんですけども、頑張っていきましょう。では、最初はこっちから行きましょうか。マスクドダンサーです。なかなかポイントも使うんだよな。このダンサー系ってまだね、あんまり使えてないんですよね。アイテムを、まだいいやつを作成できなくって、それをちょっと作って使っていきましょうかね。行くわよ。はい。新しい技ね。で、続いて、ロイヤルサマナーですね。なるほど。興味深い。これはね、いいか。いきまーす。ロイヤル様な見た目結構好きだな。で、サマナーの方は、結構アイテム制作できたので、このロイヤルは最初からそこそこ使えるんじゃない。うん、アイテムはたくさん持ってたんで結構作ったんですよね。 OK。 では、多分17同士にしかならないと思うんですけども、レベルを上げますね。やはり17同士ですね。うん、アイテム99個で上げようとすると、ここまでしか上がらないです。うん、やっぱり必要な経験値が結構多いんだよな。んでもって、ロイヤルマスクドダンサーですけども、覚えるのは2つだけでしたね。うん、アイテムで覚えさせるタイプなので、実際覚えるのは2つだけ。マジックハイブースター。そして、最後に覚えるパッシブのやつですね。これが、炎、氷、雷、風、光、闇、万能の攻撃で、敵を撃破した時に、あ、プレスターンアイコンが減らない。いいんじゃない？うん。なんかロイヤル系の最後のパッシブって、全部こんな感じで使いやすそうなんだよね。もう素晴らしい。で、ハイブースターで、攻撃力 25% 上昇。これ、普通のブースターもあるよね。普通のブースターも入れて、15% と 25% なんで、40% か。でも、使いやすそうですね。はいはいはい。で、そして、ロイヤルサマナーの方が、どれ覚えたっけ？これか。竜神召喚回か。と、妖精召喚回を覚えましたね。あとは、アイテムを作って、それで覚えてるっていう感じです。この妖精召喚ってあれだよね。あの動画に出てきたやつだよね。うん。まあ、ちょっと使ってみようかと思うんですけども、多分、ジャック・フロストが出てくるんだと思う。竜神誰が出てくるだろうね。で、サマナーの方の、ランク20で覚えるパッシブが、これも同じようなもんですね。召喚魔法で倒した場合は、アイコンが減らないっていう、そういうやつになっております。で、ジンテーゼでは、魔王召喚と破壊神召喚。おー、魔王、サタンと破壊神が、シヴァかな。まあまあ、ちょっと、やってみましょう。行きましょう。それでは、使っていきましょうかね。見てなさい。はい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 。
メギドラワンパンできるんじゃない？ハイブースター付きよ。魔法スキルだから全部ってことだよね。万能も合わせてってことよね。マグラを集中。うわあ、強え、強っ。いや、強い。うん、しかも、あんだけのダメージ与えきれて、消費 MP20 だからね。これは素晴らしい。んで、持って、サマナーの方は、ここら辺はもう、わかるよね。うん。前回、別の最上位の職で見れたので、新しいやつを見ようか。ジャックフロストでしょ？だよね。わあ！いやいや、ちょっと待って、異常なほど強い。多分ここら辺やると、ワンパンで倒すんだよな。いや、全然ワンパンで倒すのよ。じゃあ次、龍神カイ。いや、強い。ちょっと待って、龍神はさ、属性何？あ、炎属性か。あー、で、消費も66だから、まあ、うん。そんなもんじゃないですか。まあ、MP は結構高めなので、まあ、なんとか使ってはいけるけども、まあ、基本的には、このあたりで、全体攻撃はせずに、やっていく感じか。はいはいはい。で、しかもこれ、攻撃、防御を低下だからね。こっちは強化打ち消し。いやー、使い道があるなー。うん。では、これいってみましょうか。うん？破壊神が、海属性ね。うんうん。多分芝が出てくると思うんだけども。ああ、芝だよね。若干見えなかったけども。はいはい。で、あれか。魔王は、多分、ベルゼラ。おそらく。任せたよ。ベルゼブブ。あー、だよね。うん、ベルゼブブだ。ちょっと強すぎる。はい、ということで今日は新しくロイヤルを2つ解放できましたので使っていきました。ロイヤルマスクドダンサーと、ロイヤルサマナーですね。両方むちゃくちゃ強い。むちゃくちゃ強い。これブースターまだつけれるからね。うん。いや、この強さちょっとやばいね。うん。で、召喚も確かまだあと2つぐらい作ってないアイテムがあるので、まあ、それ作ってしまえば、いや、これ、もっと強くなるぞ。うん。いや、特にこのサマナーの強さはちょっと異常かなっていうふうに思いましたね。いや、強い。はい。ということで、ロイヤルはなかなかね、作るのが難しいんですけども、まあ、頑張ってやっていきましょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。